コルニエツタヤは福島県福島市の福島駅前にかつてあったファッションビル。なお、レンタルビデオのツタヤとは名称が似ているものの資本、人材ともに一切無関係である。運営主体は1882年に郡山市で創業した五福店の流れを組むツタヤ百貨店。1958年に福島市に中号山田百貨店に次ぐ 百貨店として開店し、1965年には年賞10.1億円を上げて、山田百貨店の年賞8.5億円を上回り、中郷の年賞24.5億円に大きな差をつけられたものの、福島市で第2位の百貨店となった。しかし、1971年9月にライバルの中郷が福島商工会議所の小売商部会で、 売り場面積19,338平方メートルに増床することが決まると、もう一つのライバル、山田百貨店も対抗して、新しい中号に隣接する平和ビルに進出して、売り場面積9,960平方メートルに増床することが大規模小売り店舗法に基づいて、行われた1973年3月3日の福島商工会議所の商業。 活動調整協議会で認められて、福島駅前に移転開業することになったために、百貨店からテナントビルに業態転換した。中高年層中心の中号、山田とは違い、若者層をターゲットを絞ったテナントに、トレードマークの桜んぼをあしらった看板を掲げ、最盛期には40店舗余りが入居していた。コルニエツタヤの解体中心市街地の空洞化の影響などを受け、 ツタヤ百貨店は2002年11月5日に福島地方裁判所より13億円の負債を抱えて破産宣告を受けた。コルニエツタヤはその2週間後11月19日に営業を終了した。閉店時26あったてなんとのうち営業の継続を希望していた13店舗は長崎や福島店跡の入福ビル内に福島商工会議所などが主体となって 同年12月19日に開設されたファッションプラザレッツに移転した。コルニエツタヤビルは2003年5月より取り壊しが始まり、跡地には福島市の建設会社佐藤工業により2004年4月に5年間をメドとした2階建ての暫定デナントビルアクティ21が設けられている。ありがとうございます。